はい、皆さんこんばんは。水子川太郎のゴム手です。今日もこちら、オパールの毛糸のフンデルトバッサーの、グッドモーニングシティっていう名前の毛糸を編んでいます。めっちゃこのね、紫とブルーのポツポツが綺麗ですよね、これね。はい、ではまた今日も編みながら雑談していこうと思います。今日は2月17日金曜日です。今娘はスキー合宿に行っている最中です。羊のところで、ね、外から物を投げ入れられないようにちょっと何か工夫しないといけないなと思ってるんですけれども、どうもね、駐車場側の塀から投げ入れたのではなくって、門から入ってきてデッキを渡ってね、デッキの上を歩いて羊のところまで行って、間近からね、カラーボールみたいなのを、カラーボールって言わへんな、あれなんて言うんですかね、柔らかボールって言うんですかね、そういうものを投げたんじゃなかろうかなみたいなね、気がするんですよね。っていうのは、その落ちている場所が穴、重みのないものね、ふわふわしているようなもの、投げて届く距離じゃないと思うんですよね。結構塀から離れてまして、だからそばまで行って投げてるかくっつけてるかしてるんじゃないのかなと思って、なので、もちろん塀のところにも何かガードをしようかなって思ってるんですけれども、それだけではね、ひょっとしたら足りないかもしれないっていうことで、今応急処置的にね、門の開け方を変えまして、デッキにすっとよその人が入れないような状態、上がり口を塞ぐような形でね、門を開けるようにしてますので、それで、それでも入ってくるって言ったらよっぽどかなと思うんですけれど、ちょっと入ってこれないようにそこは塞ぎつつ、また資材を買ってきてね、そこ入れないように工夫しないといけないなっていうのが一つと、それから、古くなってちょっと脇に置いていたペニヤ板みたいなものがあったので、それをね、ちょうど角のところの一番なんていうんですか、羊に近い場所にそのペニヤ板を立てかけて、そこから覗けないようにしておいたんですよね。ところが今朝起きてみたら、もうベニヤ板が相当劣化していたのか、3つに折れてしまってて、バキバキになっていて、もうごめんなさいっていう状態になってました。あれね、もうちょっとゴミに出さないといけないなっていうような状態なので、何の役にも立っていないんですけれども、でそこのところを直さないのがいけないのが一つと、それからね、デッキ側と全く反対の方ですよね、道路側に面している塀からちょうど覗ける場所があるんですけれど、夏場はそこはね、桑の木が茂ってくれるのでちょうど見えなくなるんですけれど、冬場は桑の木がないのでね、ツーツーで見えてしまう場所があるんですね。おそらくそこから投げ込んだのかなと思うんですけれども、ブロッコリーの茎の部分ってありますよね。ブロッコリーの茎の部分をこう包丁でこう縦にスパンと切ったような状態のものをちょっと写真載せます。はい、こちらのものがね、地面に落ちてたんですね。でやっぱりそういう緑のもの、鮮やかな緑色のものが落ちてると、デッキ側の方からも見えましたのでね、あれと思って拾いに行ったんです。そしたらそういうものが落ちてました。でうちの羊はね、ちょっと潔癖なところがあって、地面に落ちたものを食べようとしないんですよね。で草なんかもこれは食べれるよって教えたものしか食べてくれない、ちょっと変わったところがあるんですよね。から羊って言ったら草引き代わりにね、なんていうんですか、草を取り除く役目としてね、飼われることが多いんですけれど、うちの羊はあんまり草引きの役には立ってくれないんです。生えてる草ってあんまり食べないんですね。
あれなんていうのかな、猫草ってありますよね、ライ麦っていうのかな、ああいうイネ科の雑草が生えてきた時に、実がなる直前ですよね、ある程度育ってある程度硬くなったような状態でしか食べないあとクローバーなんかも喜んで食べるよっていうことだったので種まいておいたんですけれど、クローバーもあんまり好きではないみたいなんです。でカラスのエンドウは比較的若いうちにはよく食べてくれますね。でも日出てくるともう食べないです。すごい好き嫌いが激しいんですよね、そのおかげで投げ込まれた餌を食べずにそのまま土に埋まっていくような形になっていたので、変なものを食べずに済んでよかったなと思うんですけれど、そういうものも投げ込まれてますのでね、多分ご近所の方かなと思うんですね。きっとね、緑のものだったら食べるだろうということでお野菜をあげてくださったんだと思うんですけれども、食べないんですよね、好き嫌いしてて。でまたブロッコリーとかキャベツとかそういうちょっと糖質の多いものはお腹の中で発酵してしまう可能性があるのでね、あんまり、茎ぐらいだったら大丈夫だと思うんですけれど、大量に食べさせるのは良くないっていうようなことも聞いたことあります。なんで害があって害してやろうっていう気持ちがあって投げ入れられているものじゃないんじゃないかなって思うので、入ってくると危険だよっていうこと、怪我しても、ね、責任持てませんよっていうことと、あとお野菜くずはね、多分食べないと思いますっていうことと、あと、どんぐりとかひまわりの種だったら喜んで食べると思いますっていうことをねお伝えする、何か張り紙を書いて外に貼り出そうかなというように思っています。あとですね、去年の春にそら豆を植えていた小屋の下っていう風に呼んでる畑があるんですけれども、そこの小屋の下ですね、道に面したところのね、塀がね、倒されてしまったんですよね。もう木の部分が朽ちてきてたので、自然に倒れたのかもしれないんですけど、とにかくちょっとホームセンターに行って、ベニヤ板なりトタンの板なり、何か買ってきて、多分車がバックするときに紐に引っかかってね、ぐっと引っ張ったんだと思うんですよね。それで倒れたんじゃないかなっていうふうに予測しているんですけれども、そこのトタンで作った簡易な塀なんですけれど、それが倒れてしまったので、そこも寄していかないといけない。で草刈りをして、なんとか使えるスペースとしてね、頑張っていかないといけないなっていうのが一つと、もうなんか課題満載なんですね。早急にね、対処しないといけない、 DIY しないといけないところがいっぱいあるので、頑張らないといけないなと思うんですけど、実は今日もね、ちょっと大阪神戸の方まで車で行かないといけないことがあってね、いとこが車運転してくれたんですけどね、私後ろに座ってただけなんですけど、めちゃめちゃ疲れました。もう首がね、明日多分寝違えたみたいになってパンパンになって動かないんじゃないかなと思うんですけど、一日編み物しないとね、肩凝るんですよね。でね、いとこの運転している車にね、乗せてもらって行ってきたんですけれど、いとこにね、何か体験談とかで怖い話ないのみたいな感じで聞いてたんですね。そしたら最近いとこは YouTube で怖い動画とかね、心霊スポットとかに行くような番組をよく見てるんだっていうことだったんですね。自分は行ったことないけれど、どんずる坊の地下壕にね、よく行ってる人があるよっていうようなことを言ってまして、いや実は私もよく行ってるんだよと、それは心霊スポットとしてはではなくって、ちゃんと戦争史のね、勉強の一環として、お供して行っているんですけれども、あそこ心霊スポットらしいねっていうふうに言ってました。なんですけど、私的にはね、防空壕じゃないな、地下壕の中っていうのはそんなにね、怪しいものは
感じないんですよね。その周りの方がちょっと嫌だなっていうところはありました。最近その周囲のところで、まあ、砲台跡ではないかっていうようなところとかね、あのそういう跡がいくつか見つかっているんですけれども、その脇のところとかちょっと嫌だなっていうところはあったんですけれど、まあそんな怖いことは、うん、なかったですね。あそこの、 あの駐車場ですよね、駐車場の横にお手洗いあるんですけどね、そこでちょっと怖いことは ありましたけれども、うん、あの鼻歌が聞こえてきたとかね、そういうことはありましたけど、あのどんずる棒そのものは、まあ、明るい雰囲気ですし、ちょっとあの入り込んだところは、あ、ここ嫌だなっていうところはありますけどね、こんな心霊スポットっていうようなことはないんじゃないかなというふうに感じています。で、来週火曜日ぐらいから、まあ、小屋の下って呼んでるところの、まあ、小屋の跡地ですよね、そのあたり草刈りしたりとか、ちょっとねまた整備していこうかなというふうに考えているので、まあ、そういう動画も上がるようになるかなと思います。あのこの間もお友達を案内してうちの防空壕のところで行ってきましたんでね、ちょっとその模様とかも、見ていただこうかなと思います。もうね変わり映えしないです、いつ行っても同じなので、動画的にはね真っ暗ですし変わり映えはないんですけれども、まあ、あの防空壕の壁のところにね釘を打った跡を見つけましたので、ちょっとそれだけね見ていただこうかなと思います。はい、またしても竹やぶの方に来ております。降りていきます。よいしょ、いけるかな、大丈夫そう、足元十分気をつけてね。よかった、これ持つライト、よかった、好きなとこ映していいよとか言って壁画でもあれば面白いんやけどねなんかこのね、ここくぼみあるやんか、これがこう柱を立てて、あの天井支えてたん違うかって、こう何本かこうくぼみのところがあるやんか、等間隔というか、だからうちのおじいちゃんが弟さんと二人で掘ったっていうのがすごいよね、うん、こうしてるね、何やろうねこれね、素焼きの、なんだっけね、大層の空襲、避難せんなあかんほどの空襲にはなってなかったはずやから、一時的にそういうあの防空壕掘るブームが来てたんやと思うね、影絵ができそう、ね、ここの村に5つぐらい防空壕があんねんか、ね、多分これ一番なんかに使われへんかな釘打ってるわここ、ほら、あ、本当だ、釘やこれ、なんかなんかしてたね、釘で釘持ってたんかな、入れて、いやどうやろう、タガネみたいに持ってたんかな、それか、あの明かりを吊るしたとか、はいはい、そんなことないかな、釘が 1,2,3,4 本ね、これサビサビになってるよね、ヤブ蚊がすごいから、やっぱ春秋とかね、うん、でもこんだけの場所を遊ばしておくのももったいないですよね、何でもやるとなると、うん、ねえ、だから藍染めなんかやったらここでも十分できますよね、いろんなことできると思うわ、うん、そうだ、子供さん来て 2,3 年がかりやな、うん、夏は休むとかしないと通れへんじゃん、うん、途中で死ぬのって嫌になってくるから、うん、わかんない、もう女性がね、学校嫌になっちゃってはい、では今日はここまでにしようと思います。はい、
この紫のポツポツのところもねすごい綺麗ですよね。いや私この糸すごく明るい気持ちになる毛糸で好きですね。はい、ではこの動画が良かったらチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。ではまた明日。